TBS 報道特集が大炎上。金平重則と前場貴子が暴言連発。本日放送された TBS の報道特集がまた変更報道を繰り返してしまいました。まずですね、自民党の総裁選について金平重則さん。日本の次の首相はもう実質的に決まっています。こんな決まり方でいいんでしょうかとなっておりまして。 それを言ってしまいますと、例えばマスコミが実施する世論調査や選挙情勢調査によって、衆院選などの結果は選挙前にほぼ分かっておりますけれども、それでもですね、選挙をしなければ確定はいたしません。また、自民党の総裁選については、 任期途中であれば、党員投票なしが通例であり、それも正式な選挙として認められております。また、国民が議員を選挙で選び、その議員が総裁と総理大臣を選んでおりますので、間接民主主義として特に問題はないんじゃないでしょうか。 また、さらに言えば、自民党総裁選において、多くの地方支部において、自民党員による予備選挙が行われますので、支部が持っている、総裁選に投票できる3票分の票をですね、投票結果に基づいて、配分する予定です。また、さらに言えば、立憲民主党などの、 おかしな野党が決闘する新党について、この新党の代表選、自民党総裁選と同じか、それ未満のレベルで、国会議員のみが投票するんじゃないかと見られておりますが、こういった自民党総裁選について批判をされるのであれば、 ぜひとも、金平さんには、野党の新党の代表制についても、どのような形で実施されるのか、説明をし、事実に基づいて、比較もして、自民党総裁選がだめだというのであれば、ぜひとも、野党の新党の代表制についても、同じように批判していただくように、 お願いいたします。さらに、場高子さん。菅さんは安倍首相と責任を共に負うべき立場ですが、国民の政治不信を招いたさまざまな事案に対して、もう終わっているかのように、幕を引こうとする姿が際立ったとなっておりまして、まあ、こちら、まあ、例えば森友学園問題については、警察、検察が捜査を行い、 犯罪行為については立件し、刑事裁判が行われております。また、犯罪行為とならなかったものについても、政府が関係者を処分し、政府としては、これ以上対応のしようがないほど、すでにですね、逮捕しております。また、掛け額については問題すらございません。さらに、桜を見るかについては、 民主党政権でも続いた関連について、安倍政権で問題だと指摘され、対応される見込みであり、このような問題や問題とされたものについて、すでに政府は対応し、説明責任も果たしておりますので、前場さんにはこのような事実に基づかない主張をこれ以上繰り返さないように、 お願いいたします。最後に金平茂則さん。勝ち馬乗るという言葉のリアリティを思い知らされた。自民党の国会議員のみならず、官僚もマスコミの報道も、一部のコメンテーターとか、私自身は非常に冷めた目でこの現実を見ている。これで安倍政権の負の遺産をさっと流していいわけではない。菅官官房長官は安倍政権を支えてきたの,遺産の 紛れもない当事者だ勝ち馬に乗るという国民不在の永田町のボス選びの賞の尻馬に乗せられていないかこの国のトップを選ぶ極めて重要な局面であることを考えればまさに民主主義政治の危機を迎えていると思いますですねとなっておりましてまあおかしな語尾になっておりますけどもこの勝ち馬に乗るという表現 石破茂さんも使われておりましたが、まあ、こちら、自民党の総裁選を批判する際にですね、まあ、こういった表現を使うという統一方針でもあるんでしょうか。また、先ほどご説明しました通り、自民党の総裁選は国民が選んだ国会議員が 総裁や総理大臣を選ぶ形になり、また多くの自民党の支部において、予備選挙が行われて、自民党員の投票の結果に基づき、支部が持つ票をですね、分配して投票するという形になっており、全くもって国民不在ではございません。また、 金平さんが言う安倍政権の負の遺産というものが、まあ、何なのかさっぱり分かりませんが、金平さんは最後にですね、これが民主主義政治の危機だと明言されておりますけれども、私から見れば、北朝鮮の工作員疑惑が報じられている金平さんがですね、まあ、本来、民主主義を守る責任がある報道機関において、 このような暴言を繰り返していることこそが民主主義の危機だと思いますので、ぜひとも金平さんにはこれ以上公共の電波を悪用して変更報道を繰り返し、日本の民主主義を危機にさらし続けないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。